ぜ。雨でしっかり雨です。イエーイ、びちゃびちゃしてるぜ。まだ序の口なんですけどね、土砂降りになります午後から。イエーイ。ということで、雨で有名なサニーデイキャンプ。あ、そうだね。高知県って言おうと思ったんですが、我々の方が、雨で有名でしたね。毎回毎回天気悪いですね。ということで、頑張って足摺岬の方向に向かって走っております。はい。何にも見えないかもしれませんが、素晴らしい景色かもしれませんね。意外とね、はい、かもしれない。行ってみましょう。はい、この道ですね、サニーロードっていうらしいんですよ。はい、サニーロード。分かった、321号線なんだ。サニー、うん、あ、じゃあ雨とか晴れとか関係ない。うん、むしろね。そっか、ただ言っただけっていう感じだと思います。はい。はい、キャットさん、土砂降りの中頑張っています。頑張れてるような、頑張れてないような感じです。一回できました。壊れちゃった。はい、雨です。それしか言うことがありません。できました。はい、準備できました。もうポンチョを着てもらってですね、雨対策万全でございます。はい、じゃあちょっと行ってきましょう。うん、行ってきます。はい、38番札所金剛福寺。綺麗ですね。泣きそうです。まぬけな格好になってる二人でございます。この中カメラ隠したの大事だから。ああ、うん。はい、行ってみましょう。あのポンチョが効いてるかどうかもよく分かりませんね。はい。あ、かわいい、ウミガメ。でもああやって修行ってしなきゃいけないんだよね。あの人も雨でびちゃびちゃで大変です。かっこいいですね。あの、実は結構お遍路の方もいらっしゃいましてですね、雨でびちゃびちゃになってらっしゃいます。我々なんかいい方ですな。本当だよね、車乗れるんだもんね。はい、じゃあそちらでお参りしよう。え、そこ傘閉じるタイミングそこじゃないよね。
いたらこれなので取ります。ちゃんと金魚じゃないですけどね。あ、お魚、金魚。どなたかモデルさんやってもらいますけど、お疲れ様です。とりあえずなんとか、金剛福寺、違う、もうなんだかわかりません。金剛福寺、はい、とりあえず行ってお参りできました。で、このままこの感じでですね、風呂上がりかも。え、風呂入りたい、ダメです。風呂上がりみたい、風呂上がりみたい、足摺岬このまま行ってきます。もうその名にふさわしい時に来れましたね。足引きずっちゃうと思うんですよね。カメラ拭いてあげよう。ちょっと何言ってるか分かんないです。はい、これいくら。これかなり風が強いんで怖いです。傘持ってかれるんで、これもまた。わあ、これは迫力ですね。はい、傘が折れました。はい、ダメです。東大、そして加藤さんです。東大です。 あ、本当だね、ほぼほぼ東大ですね。あれどっちだっけ。あ、手が出てるから加藤さんだね。徳さん、ここでタイタニックやらない。うん、土砂降りだよ、もうものすごいよ、僕今もう、ねえ、ジャック、これで、ね、抱きつかれようもんならすごいことになりますよ。びちゃびちゃで気持ち悪くて、写真撮らんで、ちょっと一枚写真撮って。ああ、そうだね、頑張って写真撮って。ここ開けるとですね、いいから早くやってください。じゃあ戻りましょう。戻りましょう。あー、すっごいびちゃびちゃ。ここは高校大使がいる。はい、幸いなことにですね、東大のそばにですね、東屋があってくれたので、ちょっと休憩です。そしたら加藤さんがですね、ファッションショーを始めました。はい、はい、今日加藤さんですね、袖がちょっと長いの着ちゃったんで、出ないようにですね、ポンチョからですね、出ちゃうんですよ、これ本当は、はいはいはい、ね、でもなんといつも旅にはこれ洗濯バサミ持ち歩いてるんですね。この子賢いんでね、こうして止めるとですね、まあ、賢い子、この土砂降りながらこんなところに来ませんけどね。はい、先ほどですね、ちょっと見逃していた展望台がこちらにありました。はい、こういう景色、さて写真からこの写真撮る。ここから出す。
ちょっともう雨の粒でボケボケになってしまっていまして、映ってるんだか映ってないんだか。ありがとうございます。すごい景色。はい、こちらですね、お風呂の入浴剤もいろいろ選べます。シャンプーとか、リンス、その他洗顔とかですね、いろんなものが選べるんです。で、なんかお好きなのどうぞ。あとで考えます。あとで考えます。じゃあお茶でも飲みますか。今4時半過ぎですね。昨日はこれぐらいの時間から川行ってたんで、それに比べれば随分と楽なもんですね。はい、テイク3。ふみふみのバトさん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。リラックスしてますよ。はい、3日目の夜でございます。はい、今日はもう一日雨に降られ風に吹かれ、うん、やられましたね、うん、はい、ヘトヘトでございます。あの、お遍路してる方たちすごいですね。ああ、お遍路の人たち大変だ。あの、車で通りながらつい頭を下げてしまいますね。ああ、そうですね、頑張ってくださいっていう気持ちを込めて乗りますかって言いそうでしたもんね。うん、ほんと。でもそれをしてはいけないんだもんね、きっとね。意味がないんですね。バイクのお遍路の人もいましたね。ただのツーリングかもしれませんけれども、結構大変です ね、 あれも ね意外といるんですね。びっくりしました。はい、明日も頑張っていきましょう。はい、明日は松山まで行ってみます。はい、では、おやすみなさい。おやすみなさい。